皆さんこんにちは。今回は韓国コスメの、春の新作ですね、いろいろやっと届きましたので、そちらを順番にご紹介していこうと思います。よろしければぜひ最後までご覧ください。今回はタイトルにもありますように、エチュードハウスからまた今年もすっごく可愛い、桜のシリーズのコスメが登場いたしましたので、そちらをですね、ビューコリさんから送っていただいております。ではまず一つ目はですね、こちらのまず、チークカラーからいこうと思います。今回チークはね、この2色が出ています。形はね、こんな感じの丸い形で、中がハート型にこう透けて見えるようなタイプになっていますね。こちらはブロッサムチークの、OR201 番と、PK の004番です。で、昨年もそうだったんですけれども、今年もですね、この片押しが桜の片押しが入っていて、すごくね、見た目も可愛いです。まずはこちらの OR のカラーですね。結構ね、見た目は明るめのオレンジカラーなんですけれども、発色はね、そんなに強くないですね。ちょっと塗ってるかわからないぐらいなんですけれども、こんな感じです。ちょっとこうミルクカラーというか白っぽい色味も入っていて、あとパールですね、すごく細かいパールと、あとラメもね、すごく微粒子のラメも入っています。もう一つのこちらの、PK のピンクの方なんですけれども、こちらはね、昨年ここまでくすんだ色ではなくって、今回は結構くすんだ、肌なじみのいい感じの色に見えていますけれども、塗ってみると、はい、こんな感じです。こちらの方は結構粉付きが若干いいような気もしますけれども、パールがちょっと強めのカラーですね。で、見た目結構ピンクカラーなんですけど、塗ってみるとゴールドというかベージュのこのパールが結構しっかり入っているので、あまりこうピンク強くなくって使いやすそうな発色になっていますね。そして続いてはですね、こちらのアイシャドウパレットですね。今回こちらの、ハートブロッサムシリーズから出まして、結構種類も多くって、こちら4番のドライブロッサムでしょ。で、こちらが3番のピンクブロッサム。で、こちらが2番のコーラルブロッサム。ということは、あと1番があったのかな。まあ、色味に対応してパッケージもこういうね、色違いになっていて、すごくね、可愛いです。で、今回このアイシャドウなんですけど、中が、はい、こんな感じで6色入りのパレットになっておりまして、全部そうなんですけど、結構盛りだくさんというかボリュームが多いんですよね。3つも選ぶと18色手元に一気にこう揃うので、まあ、こんな感じのパレットになっています。6色タイプはあんまり見ないかなと思います。で、こちらの2番のコーラルブロッサムはこんな感じの、まあ、オレンジの鮮やかな感じの色味と、まあ、ブラウンと、で、あとこのポイントにここのね、グリッターカラーですね。これがすごくね、可愛いなと思って、いつもあんまりコーラルカラーは選ばないんですけれども、今回はね、こちらを選んでいます。こちらがね、ピンクの方ですね。ピンクの方もこちらにグリッターのカラーが入っていて、まあ、ポイントのカラーがここになりますね。ちょっと赤みの強いピンクカラーで、あとはこうマットが入っているので、すごくね、使いやすそうな色味になっています。そしてこちらが4番のドライブロッサムですね。全体的に私の好きなくすんだ色味が入っています。まあ、春のね、パレットなんですけれども、ここまでこうトーンを落としてくれているので、すごくね、年中使いやすい色合いじゃないかなと思います。で、ここに関しては先ほどみたいに大粒のグリッターカラーは入っていなくって、ここがね、ちょっとこうキラキラしたようなカラーになっています。あまりこうザクザクのラメではない感じかなと思います。はい、こんな感じで、全部じゃないんですけれども、一応発色が分かりやすい色を、抜粋して塗ってみました。この横に一つずつですね、この一番上の段が、コーラルのパレットのカラーですね。一番発色がこう鮮やかなというか、このポイントのカラーがこちらのオレンジカラーですね。すごく、ね、鮮やかで綺麗です。で、この真ん中のこの並びのところがピンクですね。ポイントのカラーも塗ってみると、そんなに赤み意外とそんなに強くなくって、中にね、オーロラカラーのラメが入ってて、すごくね、綺麗な可愛いカラーで、意外と使いやすそうだなと
塗ってみて思いました。で最後はこちらの、ドライブロッサムですねがこんな感じの色です。全体的にこうシマーなパレットになっていて、色味もしっかり出てくれています。であとこのラメのこのグリッターのカラーをこことこことここと一応3つとも塗ってあるんですけれども、粉質が結構ね普通のパウダータイプになっているので、こう指についてもあまりこう乗ってくれないですね。この最後のパレットのところはね結構綺麗につくんですけれども、最初のこの2つに関してはこう大粒のねこうグリッターがこうたくさん入ってはいるんですけれども、なかなか綺麗についてくれなかったかなという印象ですね。このパレットに関してもそうですけど結構お手頃になっているので、アイシャドウの質としては普通ぐらいかなと個人的に思います。まあ、でも気に入ったね色味とかしっかりこう6色セットになっているので、私は使いやすいんじゃないかなと思いました。そして続いてはこちらの、リップですね。もちろんリップも何色も出ておりましたが、今回はその中から4色、選びました。でこちらのリップはいつもの、ね、ベターリップストークのシリーズの、まあ、このハートブロッサムというカラーが登場いたしておりまして、で、今回は、ね、ベルベットと、まあ、普通のタイプともともとあるんですけれども、2色ずつ選んでいます。パッケージも、ね、こんな感じですごくくり抜きが入っていてめちゃくちゃ可愛いですね。で、もともとこのリップのシリーズってピンクのねパッケージになっているんですけれども、今回の、ブロッサムシリーズはこんな感じのグラデーションが入っていて、でここの質感も少しマットな質感になっています。まずはねベルベットじゃない通常のタイプの方を見ていこうかなと思いますが、 OR の203番です。あとねこれ蓋はねマグネットタイプになっていますので、さらに使いやすいです。塗ってみると、はい、こんな感じですごくね滑りがいい、はい、こんな感じの程よいツヤ感もあるタイプのリップになっています。でこちらは少しオレンジなんですけれども、やっぱりくすんだ色合いになっていてめちゃくちゃ使いやすそうですね。そしてこちらが、PK の013番です。はい、塗ってみるとこんな感じです。すごくね滑らかにこうついてくれている感じが伝わるかなと思うんですけれども、すごくね綺麗なちょっとこう赤みとオレンジみが強いピンクカラーになっていますね。そしてこちらからは、ベルベットタイプなんですけれども、BE の120番です。個人的にねこのリップのシリーズはベルベットタイプの方が色味がね好きな感じが個人的にはちょっと多いかなと思っています。でこのベージュのカラーが、はい、こんな感じです。ベルベットなんですけどもすごくね滑りがこちらもよくって、塗り心地もすごくねいいです。でこんな感じの落ち着いた色合いですね。そして最後も、BE の105番です。またベージュなんですけれども、こちらはまたね違った感じで、はい、めちゃくちゃ可愛い、ちょっとピンクが入ってベージュカラーになっています。4色ねこう見てみるとすごく全体的に落ち着いたなんかこう大人っぽい感じの使い方ができるような色かなと思います。まあ、もちろんね他の色もあるので、こちらに関してはもう皆さんね好きな色を選ばれるといいかなと思うんですけれども、私はねこちらの4色を選びました。まあね、塗り心地に関しても本当にどちらもいいですし、発色もすごく綺麗で、個人的にはねリップスティックの中では相当気に入っているシリーズですね。そしてちょっと最後になんですけれども、今回そのこちらですね、今まではハートブロッサムというシリーズだったんですけれども、もう一つねこちらの、プレイカラーアイズミニの方でも春のね新しいものが出ていまして、今回一つだけですねストロベリーブロッサムっていうのを、ちょっと気になったのでこちらも選んでいます。でこのアイシャドウのシリーズはねここのパッケージ結構いろいろコラボしたりとかいろんなものが出ているんですけれども、久しぶりに私はねこちらの方でこんな感じのすごい可愛いピンクカラーが入った、色になっています。最初にご紹介したアイシャドウとちょっと似てるような感じも若干あるんですけれども、こちらにしかないこういうねキラキラの
こんな感じのグリッターのカラーとか結構面白いですね。ピンクとかゴールドのこうシャンパンカラーのグリッターが入っていたりとか、まあこのね結構濃いめのピンク系もありますし、これはこれですごく、ね、使いやすそうだなと思って、一つ選んでいます。こちらも色展開4色ぐらいありましたので、結構あのベージュ系とかブラウン味のあのパレットもあったので、そちらの方を結構好きな人多いんじゃないかなと思います。はい、ということで今回はエチュードハウスから新しく出た春の新作コスメシリーズをご紹介いたしました。季節ごとにねこんな感じのこうコスメがあの出てくるんですけれども、やっぱり個人的には春のこのコスメのシリーズが一番好きだなと、あのテンションが上がるなと思います。まあ、今回も全部すっごく可愛かったので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。それでは今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。